か動いてる。どうしたの？もう入ってきちゃダメだよ。ニャッキ、怖くないの？イモムシだって生きてるんだよ。助けてあげなきゃ。かっこいい。具合が悪いんでしょ？どうしたんだろう。心配だね。わー！ガラス！わー！あ、こんな時はニャッキーだ！いやー！ガラス！え？私のカバンに触らないで！誰か追い払って！やだー！こら！カラスが嫌いだったんだ。ミミリンもカラスは苦手だけど。苦手なんてもんじゃないよ、大嫌い。見るだけでも嫌。前にね、おばあちゃんが大事に育てている野菜を何度も荒らしに来たんだ。追っ払ってやろうとしたら襲いかかってきて。おばあちゃんは腰を軽く打っただけで済んだけど、あんなことをするカラスだけは本当に大嫌い。そうなんだ。ペンダントがなくなった。カバンに入れたはずなのに。チャレンジ園に持ってくるからだよ。待って、うん、それってきっとあのカラスの仕業だよ。は、うん、おばあちゃんに聞いたんだ。カラスってビー玉とか光るものがすごく好きなんだって。でもあの時そんなもの加えてない。絶対そうだよ、カラスが持って行ったんだよ。ミミリンのペンダントを。こうなったらミミリンのためだ。カラスと戦ってペンダントを取り戻すよ。ありがとうニャッキー。シマジロウも協力するよね。でもカラスじゃないかも。シマジロウの友情ってそんなもんなんだ。まずは巣を見つけないと。困ったな、どうしよう。あ、そうだ、ごめん、僕トリッピーが心配だからお見舞いに行ってくる。そっか、いいアイディアだね。え、トリッピーならカラスと話せるもんね。カラスとどう戦えばいいかアイディアを聞いてきてくれるんだよね。頼りになるね、シマジロウ。さすがだわ。任せてよ。しまった、お腹が痛くてトイレから出られないってどういうこと？でもあんなにたくさん食べてトリッピー幸せだ。もうトリッピーがいなくて大変なんだから。しまじろう、まだかな。あ、見てニャッキー。ゲッ、巣に帰るのかもしれないよ。行こう。というわけなんだ。なるほどね。ニャッキーがムキになってさ、カラスと戦うにはどうしたらいいかって。危ないから戦っちゃった。とにかくやめろってことだよ。これでニャッキーも諦め。何その格好。これは鎧と剣。それから盾よ。あのカラスの巣を見つけたの。それでトリッピーはなんて。危ないからダメだって。もうやめようよ。トリッピーもシマジロウも情けないんだから。なんだよそれ。勇気のないシマジロウなんかほっといて行こう。わかったよ、僕も行くよ。さあ行くんだシマジロウ。なんで僕。だって私カラスになんか近づきたくないし。ミミリン怖い。ニャッキーが戦うって言い出したんじゃないか。シマジロウが音を出すから。いや来ないで。ニャッキー逃げるの早い。声上げ
げただけで襲ってくるなんて、本当にカラスってひどいんだから。あの巣の中にミミリのペンダントがあるのかしら。私たちがペンダントを取り返しに来たって気づかれたかも。本当にペンダントあるのかな。こうなったら巣から離れてもらうしかないね。何やってんの？赤ちゃん襲ったって本当？知らなかったの。お願いトリッピー、謝ってるって伝えて。もう絶対に近づかないから。こわー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 。あー仕方ない、許してやるって。あのミミリンのです。下駄箱に置いてありましたよ。こういうのを持ってきちゃいけない約束よね。ごめんなさい。ごめんね、ニャッキー。ううん、私がカラスのせいだって思い込んだから。カラスもわけもなく襲ってくるわけじゃないの。きっと昨日は赤ちゃんのご飯を探しに来てたんだよ。そうだね、嫌いだからって悪いことしてるって決めつけないようにしなきゃ。トリッピーも美味しいからってたこ焼き食べ過ぎないようにしなきゃ。それは関係ない。え？しまじろう嘘をつく。出発進行。前に見えますのはマウンテンユーフー。おーい、ビッグニュース、ビッグニュース。ビッグニュース？なになに？シカゴ先生が結婚するぞ。したらシカコ先生チャレンジェンやめるかもね。そんなの嫌よ。トリッピーだって。こうなったらみんなでやめないでって言いに行こう。賛成。イエーイ。シカコ先生。あら、春休みなのにみんなどうしたの？シカコ先生チャレンジェンやめないで。え？トリッピーたち、シカコ先生がいい。他の先生になっちゃうなんて絶対絶対嫌だよ。ちょっと待って、何か勘違いしてない？先生がやめるわけないわ。でも結婚してやめるんじゃ。結婚？ただいま恋人募集中。結婚なんてないない。やったぞ。ブー、引っかかった引っかかった。うわ、嘘だったの？ひどいよ。今日は4月1日エイプリルフールだぞ。嘘をついてもいい日なんだ。なんだ、そうだったのか。もうびっくりさせないでよ。大成功。ゾータくん、ブータくん、確かに今日は嘘をついてもいい日だと言われているけど、先生はお友達の心を傷つける嘘はいけないと思うわ。え、そうなんだ。じゃあどんな嘘ならいいの？そうね、嘘をつかれても思わず笑ってしまうような嘘かな。しまじろうとしても、さっきから黙り込んじゃって。トリッピーは悔しくないの？ゾータたちにあんな嘘をつかれたままで。そりゃ悔しいけど。
くのエイプリルフールなんだからさ、僕らもゾウタたちに嘘つこうよ。トリッピーは正直者だからな、嘘なんかつけないよ。嘘だ、昨日おならしたくせにしてないって言ってたじゃない。ははバレてた。なんか笑える嘘ってないかな。思いついた、こんなのどう。それ面白い。シャホーイ。決まったぞ。ブー、僕たちってかっこいい。ビッグニュースビッグニュース。チャレンジビーチに大きなクジラが現れたよ。ん？今眉毛がピクピク動いたぞ。なんか怪しいぞ。すっごく大きくて、潮をプーって吹いて。はあ、トリッピー目がキョロキョロしてる。僕たちに嘘をつこうなんて100年早いぞ。出直してこいだぞ。うわぁ、悔しい。嘘をついても眉毛がピクピクしないように特訓だ。どんな嘘にしようかな。そうだ、これにしよう。宇宙人を発見したよ。ダメだ、もう一度。大変だ、宇宙人を発見したよ。うまくいかないな。頑張れ僕。よし、できた。それじゃあ打ち合わせ通りにね。うん、これなら引っかかるね。いやー、こんにちは。ガオガオさん、こんにちは。これから釣りかい？え、あの、これはガオガオさんで試してみよう。そうなんです、さっきチャレンジビーチでクジラを見たんで釣ろうかなって思って。なに、クジラ？こうしちゃいられない、私も釣るぞ。いっちゃった。全然嘘だってバレなかったね、特訓のおかげだ。大変だ大変だ。なんだよ島次郎。宇宙人が現れたんだ。え、嘘だ、どこでだぞ。うちの近くだよ、こんなやつ。エイプリルフールの嘘だよ絶対。いや、本当みたいだぞ。え、島次郎は嘘をつくと眉毛がピクピク動くけど全然動いてなかったぞ。あ、あそこに UFO が。ほん？本当だぜ。悔しがってた僕と同じなんだもん。やっぱりお友達に嘘をつくのは良くないんじゃないの。そうだね、ゾータ、ブータ、嘘ついてごめんね。ごめん。ゾータどうする。素直に謝られたら許すしかないぞ。何偉そうに言ってるの。元はといえばゾータたちが嘘ついたからでしょ。いや、そうだったぞ。ごめんごめん。でも、UFO を作ってまで嘘をつくなんて、島次郎も大したもんね。リミリン。え？ああ、どうしたの島次郎。ガオガオさんに嘘ついたままだった。僕謝ってくる。これは
ゾウガオさん！おお、しまじろうくん、いいところに来てくれた。クジラが釣れそうなんだ。手伝ってくれ。一気に引き上げるぞ。せーの、それじゃあ。なにこれ。釣り竿最初からしなってたの。なんだガオガオさん、僕も嘘見抜いてたんだ。しまじろうくん、エイプリルフールの嘘はこれぐらい笑い飛ばせる嘘じゃないとね。やられた。もう。テレビ番組しまじろう。